内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽をお届けする30分です。皆さん桜いっぱい見に来ましたか？もうそろそろピークアウトを終えて葉桜になってっていう感じだと思うんですけれども、私も4月の上旬前半ですかね、いろいろ行きました。もう桜満喫せねばということで、いろいろ京都ね、京都なんですけどね、まあもうベタに丸山公園とか八坂さんとかも行きましたし、平安神宮の中も入りました。あそこも綺麗ですね、びっくりした。であと平野神社のライトアップとかも行って、あの平野神社すごい菜の花と桜のコラボレーションが綺麗で、ライトアップもね初めて行ったんですけどすっごい綺麗、あの外国人が少なかった、まだあそこ穴場なんじゃないかと若干思ってるんですけど、まあもうそうじゃないかな、どうなんやろ。でもあの丸山公園って八坂さんすっごい人ですね。すごい人やとは聞いてたけど、ほんまにすごい人でびっくりしました。丸山公園あんなに花見するっていうくらい、なんかあのブルーシートの場所の方が空いてる面積の方が少ないんちゃうっていうね、ブルーシートの面積ばっかりぐらいなね、えこんなに丸山公園に人いるんやって思いました、ほんまに。今回はいやーすごい、すごかった。その中で日本人が半分以下ですよね、もう確実に。あれは3割ぐらいじゃないですか、日本人7割以上は外国人やったような気がするんですけど、すごいっすねインバウンドね。四条通りとかもほんまに外国人やね、びっくりしました。すごいすごいわ。まあでもインバウンドのねこっち来はる方の気持ちもすごいわかります。やっぱり京都いいし、で日本今ね安いし、円安やし、安いし美味しいし安全やし楽しいし、皆さん親切やし丁寧やし綺麗やし、もういいとこしかないねほんまにね。まあ私桜すっごい楽しみまして、まだまだあの4月中結構桜前線を追っかけていろんなとこに行く予定をしているので、またねそんなのも報告、ちょっとまあ時期はずれるかもですけど、また報告できたらななんて思っております。はい、また皆さんもねよかったらどんなんやったとか教えてくださいね、お待ちしてますね。ということでですね、今週はメッセージテーマはタケノコの食べ方ということで、まあこれもね旬な感じでいいですよね。食べました？私も食べましたよ、タケノコいろいろと。はい、あの皆さんからね事前にメッセージいただいておりますので、ここら辺も紹介していこうと思います。そして、メッセージ送ってくださった方の中でね、毎月抽選で5名の方にあの私のサイン入りメッセージカードとか BS ファインのサンプルリストバンドリーパンフレットもねいつもセットでプレゼントしておりますのでね、よかったら皆さんメッセージ何でも送ってきてください、お待ちしております。というわけで今週はあのタケノコの食べ方を踏まえて皆さんのメッセージも紹介していこうと思います。この後6時まで内田彩とお付き合いください。この番組はキルガン万浴 BS ファイン鴨繊維の提供でお送りします。鴨繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キルガン万浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい、繊維の力で明日を変える、鴨繊維株式会社。内田やアルバムあなたの板町、アメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る。内田や6枚目のアルバムあなたの板町、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田や J-Country KBS 京都からお送りしています。あなたの体を冷え疲れから守るキルガン万浴 BS ファイン。さあ今
今週もこの方とお電話がつながってますよ。 BS ファイン鴨繊維株式会社会長の角野光俊さんです。もしもし。こんばんはというこんにちは。こんにちはですね。日が長くなりましたからね。そうですね、はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ついに角野会長、私手元に新しいカタログが届きまして、早速拝見させていただいて、今回は寝具と肌着とかね、その、ま、分けてるんですね。そうなんです、そうなんです。やっぱり寝具がやっぱり重要だと思ったので、はい、でも BS ファインよくご存知のない方はまだ寝具は分からないと思うんですね。あ、そうですね、まだ、ですから最初の方は、まあ、何回か買っていただいたお客様には寝具のカタログもありますし、から寝具のカタログも必要な方はぜひ寝具もいるという言っていただいたら、はい、一緒にお送りさせていただきますので。ねえ、寝具の方も新しい商品 BS ピマメン毛布とか、ね、そうです。これレムケットと同じ商品だったんですけども、はいはいはい、同じ素材を使って少しだけ変わるんですけど、ピマメンって本当に世界で 5% しか取れない超高級な綿なんですね。はい、でその綿を使って毛布を作ったのが実はレムケットなんですけども、はいはいはい、レムケットの場合はやはり同様なデザインの商品がたくさんあるんですね。本当は作り方は違うんですけども、はい、それで最も綿毛布っていうのはもともと作りたかったんです、はい、というのは私どもが作っている一般的な、まあ、毛布というのは、BS ファインとアクリルなんですね。冬用に作ったので、はい、保温効果をより高めるためにね、真冬だから本当にあったかいんですけど、薄くても。でも夏場素肌で着用しても汗ばんだりベタつかず汗をしっかり吸収してくる、さらに本当にこのピマメンの毛布は、ピマメンっていうのは繊維長が一般のものより長いんですね、はい、繊維長細くて、ほう、だから風合いが良くて、はい、肌触りが圧倒的にいいので、もし裸で寝ていただいても全く肌触りがいいので夏ぴったりなんですね。いやいいな、それと BS ファインですから、暖かくてもベタついたり蒸れない、最高です、ね、ここも最大のポイントなんですね。これもちろんまたお家でも洗えるんですか？洗えます。はあ、すごい。だから本当に多分綿毛布では他の毛布を全部私知ってるわけではないので、はいはいはい、最高ランクの世界のトップレベルに入る中の一枚だと思います。すごい、もうなんかこれピンクとグレーのこの2色展開で、そうですそうです、ね、でもこれ本当は、普通に大手メーカーさんが寝具だけのメーカーさん出されたら多分ね10万から20万します。もうじゃあもう半額以下ですね。BS ファインさんはそうです、半額以下というもう一部の面がないんですね。あ、そうなんですね。だからこれがまた続けれるかどうかってわからないので、でも BS ファインの寝具ってつけると本当にぐっすり眠れるんですね。そうですね。それを一人でも多くの方に早くから体験していただきたいのと、うん、夏場でも本当に違いますからね。そうなんですよ。夏の熱帯夜の中で、冷房をつけるとやっぱり冷えるから、何かをかぶると汗ばんで蒸れる、うん、それがゼロですね。夏場って意外と難しいですからね、寝具、はい、ね、何も着ないわけにはいかないし、かといって暑いし、でも冷房からも守りたいし、そうです、そうです、でも蒸れるしとかいうのが全部この BS ファインの寝具で解決できちゃいますもんね。そうなんです。すごいな。だから本当にその快適性だけではなくして、よく眠れるっていうのがね、なんとも言えず、実は私昨年から、はい、自分だけモニターしてたんですけど、あら、はい、全く違いましたお先に経験されて、はい、この BS ピマメンも2000枚限定ってカタログにね載ってますけど、はい、じゃもう本当に希少な感じですね。そうですね、多分次回出す時はもうやっぱり綿の価格がどんどん上がってるんですね。そうか、円安の関係もありましたね。で多分下手したら 1.5 倍ぐらいになる可能性ありますね。じゃあちょっと今買っといた方がいいかも、そうです、ね、今買っといて、それ以外にも新商品の中で、はい、カタログの一番最後のページにあるんですけども、うん、普通の、まあ、カットフリーという、はい、
切りっぱなしの薄い肌着なんですけどね。はいはいはい、切りっぱなしのね、最近流行りですよね、こういうの。はい、縫い目がなくて、これ流行りなんですよね、うん、で縫い目がなくて、あのお腹部分、夜あのお風呂に入るとちょっと線が入ったりしますよね、どうしてもね、はいはいはい、うん、そういったもほとんどないのと、実はこれ、この中に腰の周りに帯が1本入ってるんですね、はい、ありますね、なんか乗ってますね。そうです、これで骨盤をしっかり支えて、はい、当然ながら暖かくても蒸れたり汗ばまないんですけども、はい、腰の状態というんですかね、うん、まあ当然冷えが変わるというのは BS ファインですから当然当たり前なんですが、はい、姿勢が変わるんですね。これあの骨盤の同じような感じですか。そうです、それの、まさに同じような形なので、はい、で骨盤だとちょっとずれるなっていうことがありますけども、はい、これ全くずれないです、密着してますから。もうこれね、だってショーツのところにもう 一体型になっているって感じですもんね。そうです、だからこれ履いていただくと、やっぱり女性の場合はどうしてもあの腰が少しずれるとか出産の後大変とかそういう方はとんでもなく多いんですね、はいはいはい、でそういう方に本当にこう快適に着用していただきたいと作ったのがこの腰ラクラクショーツ。すごい、なんか可愛いし深履きでお腹もね、そうです、冷えない感じで、お腹もしっかり温める、だから本当になんかちょっと腰が気になるなとか、うん、冷えるとか、それからスポーツをやっておられるから、実は何気なく体感が変わる感覚があるんですね。それめっちゃめっちゃありがたいですね、スポーツやってる方ね。そうです。で私ども今あのサッカーのプロの選手が地元にあります、はい、4人いるんですけど、はいはいはい、先行して2名にあのレギュラーの子にテストさせたら、はい、やっぱり違うって言いました。あ、そうなんですね、うん、ーパーフェクトですって言われたので、ぜひそういう方には試していただきたいですね。じゃあすごいですね、 BS ファインのもちろんね、蒸れないし匂わないし、快適に履けて冷えなくって、さらにこの体感も支えてもらえるというか、あら、だから本当にあの、まあ、男性もあのいずれにしても作ろうとしてるんですけども、このショーツはやっぱり女性の毎日の生活を変えてくれるんじゃないかと思います。いやー、これはちょっと皆さんゲットしたいです。 BS カットフリー腰ラクラクショーツ、はい、新商品ですね。ただこちら、うん、このシリーズも実は人気なので、はい、工場がいっぱいなので初回分はあるんですけど、次のロットがもう8月以降なので、あら、日本の工全部 BS ファイン日本製なので、はい、日本の工場を抑えてるんですが、人気があるとすぐになくなってしまうので、もし興味がある方はお早めに本当です、ね、お求めいただければと。どの商品もやっぱりお早めが一番ですね、はい、いや今回ねこの新しいカタログができて、寝具のカタログ、そしていつものね、春夏カタログの2冊ありまして、はい、もちろんね初めての方もこの寝具の方もね、ぜひとも欲しいという方は言っていただけたらと思うんですけれども、あのお問い合わせいただきますと無料のパンフレットカタログをお送りいただけます。サンプルリストバンドも、ね、1枚セットでお送りいただけますので、手首や足首にはめてぬくもり実感してみてください。これからねあの冷房でも結構冷えたりするのでね、皆さんそういうところも気をつけていただけたらと思います。キル岩盤浴 BS ファインのお問い合わせ先です。0120-259-789 0120-259-789 カモ繊維までお問い合わせください。もちろんホームページもねございますので、インターネットからキル岩盤浴や BS ファインで検索してみてください。そしてあの会長、明日からですね山陽百貨店の西館2階で体感販売会も開催されるということですので ね、はい、山陽百貨店西館2階で明日17日から来週23日火曜日まで、体感販売会開催されますので、 BS ファインの、ね、商品実際に手に取ってみていただけるのでぜひ行ってみてください。新商品も並んでますかね。そうですね、はい、並んでますか、ぜひご確認ください。行ってみてください。というわけでまた会長いろいろ、ね、来週も新商品なんかもありますし、はい、いろいろ教えてください。ありがとうございました、はいはい、失礼いたします。失礼します。内田やカントリー KBS 京都からお送りしています。ここで一曲お聴きください。内田彩で菜の花。
J-Country。 さてここからの時間は私内田彩がアメリカ生活で見たこと聞いたこと感じたことを交えつつ皆さんのメッセージ紹介していこうと思います。今週のメッセージテーマはタケノコの食べ方ということなんですけれども、アメリカではねそのタケノコ料理みたいなのはもちろんのこと全然食べたことも見たこともないんですけれども、ラーメンにメンマとか入ってるじゃないですか。そういう感じではありますね、アメリカにも。他もあるんかな、どうなんでしょう。まあでもやっぱタケノコ言ったらね日本なイメージはありますけど、さあ皆さんどんな食べ方してはるんでしょうか。キラメイピンクさんはタケノコはご飯かわかめとタケノコの煮物しか食べたことありません。まあでもオーソドックスな感じですよね。だってこのアッキャンさんとかはタケノコは湯がいてアクを取り刺身にして食べる、タケノコご飯もかなって書いてありますけど、刺身もなかなかね食べれるようで食べる機会ってないですね。やっぱフレッシュじゃないとあれやし、アクもね結構きつなったりするけど美味しいですけどね。ねやっぱ旬な感じはね美味しい。熱いでさんは親戚が竹林を所有しており、みんなでタケノコを掘りに行っていました。取れたてのタケノコを刺身にして食べるのがとても美味しかったです。時間が経つと硬くなってしまうので新鮮なタケノコを食べたくなります。あやちゃん食べたことありますか。そんななんか取れたてで刺身っていうのはないですね。ない。刺身自体はありますけど多分多分ぐらい、多分食べたことはあるはず。でもそんな取れたてを刺身はね、できそうでなかなかできない経験ですよね。羨ましい。ジンさんはタケノコはレンコンやワカメなどと似たものですね。子供の頃あまり好きではなかったんですけど大人になると美味しさが分かるようになってきました。それからタケノコご飯もそうですねと。なんか分からんでもない。タケノコご飯にやったタケノコご飯やっていうそこまでテンションは昔は上がらなかった気がします。大人になっていくとねどんどん美味しいものって変わってきますよね。わかるわかるわ。名古屋の高橋さんはやっぱり刺身かな。やっぱ刺身の人多いですね。まあ炊き込みご飯と、そして煮物などなどいろいろありますけど家で作るのはちょっとしんどいかな。そうですね、本気出さへんとね。タケノコ料理するときちょっと本気モードじゃないとねちょっとねできないですもんね。ラジオネームやぶれ傘さんは以前一度だけ上等なタケノコをお刺身でいただいたことがあります。タケノコのお刺身もう一度食べてみたいです。やっぱみんなこれやね、タケノコのお刺身食べたいとか食べたとか。財布の中身13円さんは僕の家ではなかなか嫁はタケノコ料理作ってくれませんというかぜひ食べたいという感覚がないのです。昔料亭でタケノコ料理食べた記憶はありますがかなり薄いです。子供の頃タケノコとごぼうは嫌いで特にごぼうは親の作り方が下手だったのか硬いだけの棒に思えてなりませんこんなん不採用ですよね、ごめんなさいって書いてあるけど読みましたよまあね、そんな方もいらっしゃいますよね。タケノコもあんまりなんか食べたことないなとか、あんま別にそんなテンション上がらへんなとかいう方ももちろんあると思います。私も正直あれですよ、タケノコの刺身か横に焼肉が並んでたら確実に焼肉取れますからねね、まあそんな感じですね私の中では。はい。小結び藤野山さんはやっぱり若竹の刺身でしょ。もうあれこれちっちゃい時のやつですよね。混ざりっけなしの本来のタケノコの味を味わえ、お酒のあてにも最高です。今夜早速いただきます。あら食べたはるんやろか。いいなぁ、いないなぁ。まこっちゃんさんはタケノコご飯や若竹にタケノコの土佐煮などが定番でよく食べるんですが、タケノコのバター醤油焼きがあるみたいだったので作ってみました。美味しそう。タケノコの水煮を薄いくし切りにしてフライパンに油を中火で熱してタケノコに香ばしい焼き色がつくまで焼いて醤油を絡めバターを混ぜて、それを器に盛ってみじん切りした木の芽を散らして完成です。めっちゃ簡単で美味しかったのでおすすめですよと。これ絶対美味しいやつや。もうなんかもう今なんか匂いしてきたようなぐらいわかる、大体わかる。美味しそう、いいですね、簡単な感じでね。ブーニャンさんはとりあえず湯がきます。
タケノコご飯、ラーメン、焼き飯、焼きそば、味噌汁などの具材にします。確かにタケノコって何でも使えますね。そう思うと、あ、焼き飯とか入れても美味しそう。焼きそば、味噌汁、まあ味噌汁はねもちろん、あー、なるほどね。そうか、トワイライトムーンさんは、茹でたタケノコを食べやすい大きさに切り、わかめとじゃこを合わせポン酢をかけて食べます。それぞれの食感が絡み合って美味しいですよと。これもええな。鴨川ギャルさんは、みりんや砂糖、醤油でしっかり味付けしたものが美味しいです。鶏肉やごぼうや人参など炊き合わせにしたらもっと美味しいですよと。しっかり味付いてる感じ良さそう、美味しそう。この方はラジオネームジョニーさんは、私の住んでる地区ではタケノコの産地であり、あちこちに竹林があり、春になると朝採りタケノコを竹林の前で販売しています。私は土佐煮やタケノコご飯にして食べてます。いい場所じゃないですか。八幡の方か。もうなんか新鮮なのが一番ですね。ラジオネームあんこさんは、アクを抜き、茹でたタケノコにわかめ、かつお節とだしで和えて、柚子果汁を足してさらに和えます。我が家だけかもしれない食べ方です。柚子、あ、でもこれ読んでる感じではめっちゃ美味しそうですけどね。アク抜いて、タケノコ、茹でたタケノコにわかめ、かつお節とだしで和えて、柚子の果汁を足してさらに和える。おお、絶対美味しいやつや。そしてこの方、ひろちゃんさんは、やっぱり炊き込みご飯ですね。おにぎりにして食べるのがすごくいいと思います。あ、わかる。炊き込みご飯とか、こういうのタケノコご飯とか、こう翌日とかにね、余った分とかをギュッギュッとこうおにぎりにして食べるのもまた最高ですよね。いいですね。わかるわかる。形変わるだけでなんかまた雰囲気ね、味もなんか違うような気がしてきますけれども、はい。高校野球とゴジラ大好き芸人さんは、まずはタケノコのご飯、炊き込みご飯系は間違いがないです。あとはタケノコをさっと湯がいて、かつお節をサラサラとかけた煮物がシンプルイズベストで美味しく味わえます。美味しいですね。天野純さんは、タケノコご飯が一番大好きです。何杯でもいける気がします。タケノコご飯もちょっとこのおこげの部分とかがね、美味しいですよね。炊き込み系はだいたいそこら辺がね、たまりませんね。いや、いろいろたくさん皆さん、タケノコメッセージありがとうございます。よかったら皆さん、今晩のおかずの、まあ、今晩は 今からちょっとやるの難しいかな、時間かかるしね。タケノコないところもあると思いますので、まあ、今週あたりの料理の参考にしてみてください。はい、ありがとうございます。引き続きお付き合いください。カモ繊維という会社をご存知ですか？日本から体の冷えをなくしたい、そんな思いで新機能素材キル岩盤浴 BS ファインを生み出しました。1年365日あなたを冷えから守りたい。繊維の力で明日を変える、カモ繊維株式会社。内田やセブンスアルバムミュージックボックス、心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田やセブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田やオフィシャルウェブサイトにて。内田やジェイジェイカントリー、 KBS 京都からお送りしています。さあ、お届けしてまいりました内田彩 J カントリー。皆さんね、いろいろメッセージいただいてもう嬉しいです。ありがとうございます。で、メッセージテーマね、今日2つ言っとくんですけれども、まだそんな急がんでいいけど、でも急いで帰ってきてほしい、どっちやどっちやとりあえず思いついたら帰ってきてください。はい、来週もねまた同じメッセージで言うので、まあ、今週から言っときたいと思います。まず1つ目はチャレンジしたこと。チャレンジしたことね、やってみたいなじゃなくて、まあ、やってみてどうやったかとか、そんなそこら辺教えていただけたら、チャレンジしたこと。そしてもう一つは、好きな和菓子は、好きな和菓子は。和菓子もね、最近いろんなありますけど、まあ皆さんがもう好きな定番のでもいいですし、最近こんなんあったんよとかね、最近こんなん美味しかったわとか、そんなんでもいいですしね。ぜひ皆さん、好きな和菓子は、この2つね、ぜひ送ってきてください。メールの宛先はaya@kbs.kyoto、 ファックスは 075-431-2300、
また KBS 京都のホームページにリンクされている番組ホームページのお便り送信フォームからもメッセージ送っていただけます。メッセージ送ってくださった方の中から毎月抽選で5名の方に内田彩サイン入りメッセージカード、そして BS ファインのサンプルリストマンドリパンフレットセットにしてプレゼントいたしますので、欲しい方は住所とお名前も一緒に書いて送ってきてください。そして私のね、桜いろいろ見に行ってる様子なんかはブログの方にアップしておりますので、インターネットで内田彩、彩はひらがなで検索してください。よろしくお願いいたします。というわけでまた皆さん来週火曜日夕方5時30分にお会いいたしましょう。お相手は内田彩でした。バイバイ。この番組はキル岩盤浴 BS ファインカモ繊維の提供でお送りしました。